立浪ドラゴンズが連敗をしてまた借金さんとなった。交流戦まであと8戦で借金さんは増えるのか減るのかどちらだろうか。今の状況としては決して良くない。先発が早い回に打ち込まれる試合が多くなっている。そして打線が得点できずに完封される試合も増えている。そんな昨日は中田翔が登録抹消されてビシエドが1軍に上がり、いきなりファーストでスタメン出場となり、マルチ安打の活躍を見せた。ビシエドのマルチ安打にはびっくりしない。同じことが大島洋平にも言える。この2人はバリバリのレギューラー選手だからである。それを立浪監督の都合で出さなかっただけなのだから当然の結果である。そして昨日は負けている試合でネオがロングリリーフとして4回を投げた。ホームランを打たれて3失点をした。印象が悪いには四球が多いことである。これでは勝ちゲームや緊張した場面では使うことができない。もう少し敗戦処理をして自信をつけていくしかない。問題なのはネオの登板でごまかされているが、立浪監督が途中で試合を捨てていることである。ネオの打席など見たいファンがどれだけいただろうか。これはオープン戦や勝ちゲームでするならわかるけど、負け試合でやるとファンは悲しい。とにかくここに来て立浪監督が自分の好みでないという理由だけで出場機会が減らされていたビシエド、大島洋平、福永などが結果を出し始めている。立浪采配はやっぱり間違っているのではないかとさえ思う。交流戦前に連敗して借金が2桁になれば、今年は契約3年目ということで首は間違いないことだと思うから、なんとか踏ん張ってほしいが、ベンチの様子を見ている感じでは活気がなくずるずるいく予感を感じてしまう。監督の意識が選手に伝わっていないのが最大の問題だと思います。監督のやろうとしていることは誰が理解できているのでしょうか。少なくとも選手とファンは混乱しています。大島は一番スタメンでまだ力を発揮できる選手、今年初めて入団以来初のスタメン落ち。スタメン落ちが多すぎる。なぜ使わないんだろう。監督に嫌われているのかな。去年の米騒動の時、野手たちを詰めて高級弁当をご馳走したことが気に障ったのかなと思ってしまう。江夏氏も怪我、故障の話を聞かないのになぜスタメンで起用しないのか、ベテラン選手への配慮が必要と話していた。同じ気持ちです。若い選手だとまだ安定した成績残す力持っていない。今年は結果を残さないといけない勝負の年なのに、監督は好き嫌いが優先するのかな。立浪監督は好き嫌いはっきりしてると思う。登録上の兼ね合いってのもあるとは思うが、昨シーズン2000本安打あった大島、ビシエド、中島を勝負所で代打でなんて思ってた。相手によってスタメンかなとも。でも蓋開けると全く違った。怪我交代は仕方ないとして、やはり相手に控えは誰が待ってるかでプレッシャーの与え方が変わると思うのだが、勝ててる時は何も言われないし、立浪様となる。ネオもほんとかわいそう。ほぼ飼い殺し、強打放出したタイミングでショートで使ってあげればと私は思ったけど、それでダメなら本人も納得で P 専念したでしょう。とにかく思いつき采配でしかないな。ドームで守備重視は理解するが、結局のところ点取れないとお話にならない。ピッチャー毎回完璧に抑えられる人はおらん。昔のような恐竜打線で取られても取り返せる打線を望む。守備だけのチームもいいが、点の入らん試合見ていてもイライラするだけでとにかくつまらん。もう一回開幕オーダーに戻したら、中田翔のところにビシエドで、三好、田中の12番で岡林、大島を控えで、その他相手チームは怖いと思う控えに岡林、大島がいると、高橋周平のところにカリステで、中田翔、高橋周平が戻ってきたら、また開幕オーダーで、何かその時の神宮の活気あった戦いをもう一度見たい。まあ立浪はチーム運営が下手だからね。マネジメント能力はほぼゼロに等しく、選手の掌握術も持っていない。本来なら一軍の上に立てる才能はない。ただ中日を強くしたい、選手を育てたいという思いはあるのだろう。だから立浪こそ GM とかになったら良いと思う。現場監督としては才覚ないが、裏方編成なら球団強くする形を作れるかもしれない。権藤さんはズバズバ言うからね。高木森道が監督の時にヘッドコーチして、試合中に持ちと大喧嘩したぐらい熱い人だから、選手のモチベーションを大事にするイメージがある。立浪は監督の器じゃないってはっきり言ってやればいいのに、あと20歳はかかったら、ドラゴンズの監督やってたかもしれないね。監督の差がはっきり出た試合だったのは、優勝メンバーでも結果出さないとレギュラー停止。2軍落ちさせるのは、阪神の若手や控え選手が普段から1軍の試合を意識してるから結果が出るのだと思う。おそらく事前にコーチを通じていつどこで使うから準備しとけよって言ってると思う。準備ができてない選手は絶対使わない。中日の場合は立浪の行き当たりばったりな采配が選手を混乱させているから、いくらプロでも準備は大事。あの守備で2割5分切る、盗塁バントできない、
フォアボールないならベンチでも仕方ないと思うけども、根尾も特別恋じゃなく他のピッチャーと同じようにビハインドのリリーフからなのかと思うけど、もうちょい投げる機会あげてほしいな。私はずっと言っているが、采配は相手がいることなので奇襲になるか無策になるか紙一重のため批判しません。ただ選手の気持ちにしっかり配慮しなかったり、モチベーションを下げることをされたら腹が立ちます。立浪は落合監督時代にされてムカついたことをそのまま今やっている。普通は自分がやられて嫌なことはしないはずなのだが、選手の目線を合わせて目標達成させるのがリーダーで指揮官です。そのあたりが分かっていないんだよな。地球はダメだけど、ヒットを打たれて点を取られた分は良いと言って、打たれてすぐ落としてたら投手に救いようがないと思いますしね。投手からしたら、地球もダメ。ヒットで点を取られたらダメなら、どうすりゃいいのさ。困惑みたいな中継ぎなら、3-3チャンスとかにしてあげたら良いと思いますね。ヒットで打たれて点を取られたなら、次回以降3回登板のチャンスあげるから、3回のうち12回0にしてくれみたいな。ご指摘の通り、立浪監督は我慢できない人ですね。競争意識を持たせるのは結構だが、村松のように頭角を現したら、ある程度は使い続けなければ、根尾を次々に配置転換した頃から監督のこの性格は出ていたが、中途半端は組織のトップとしてはあまり良くない。選手もファンも今年1年の我慢です。シーズン途中に休養もあると思いますが、少なくとも来年は新しい監督になりますので、腐らず頑張っていきましょう。疲れて帰ってきて、権藤博史の解説のバンテリンドームのテレビ放送を見ていました。最初から最後までネガティブな発言ばかりで、家族みんなで嫌な気分になりました。途中からあまりにもひどいので音声を消してみていました。こんな老人を解説にせざるを得ないとは、情けない。二度と権藤の声を聞きたくないと久しぶりに家族の意見が一致しました。悪いところとかはっきり言ってくれるのは良いことだし必要だと思うけど、ちゃんと評価できるところも言ってほしい。まあこの記事が切り抜いてるだけだと思うけど、本当にドラゴンズを思っててくれてるなら良いところももっと言ってほしい。権藤さんのような人がもっと言ってほしい。立浪監督の選手起用は、一貫性がなく、何を考えているのか理解できない。特に弱い選手には懲罰的な起用をして、これではチームがまとまることはない。まさしくおっしゃる通り、安打しても翌日は、三好なんかは、したら懲罰交代で翌日から即二軍。代わりに来たのは岡林、村松なんかは使ったり使わなかったり、そりゃやる気失せるよね。大島はで3打席してからの交代でも良いと思うよ。権藤さんの言う通りだと思う大島の衰えはみんなわかってるが、それでも去年も打率リーグ5位だよ。毎年間違いなく3割前後のアベレージ残す。それに去年はよく言われる得点圏打率も悪くなかった。もはや守備固めで、最後変えられるのは仕方ないにしても年取ってるからレギュラー剥奪は腐るわ。すぐ落とすイメージは全然ないな。むしろロドリゲス、小田を筆頭に名前出るたびに落とせ落とせ言われてる選手がいて、むしろファームに落として入れ替わしない不満がファンから出ている印象。カズノも出せば打たれる状況でも落としてないし、ハブは落ちたけどすぐ戻すと言われてるし、岡林は相当我慢して使ってる。石垣が一瞬登ってきてヒットを打ってすぐにファームに行ったのが謎だったけど、権藤さん解説やるとボロクソ言うから面白いな。高木監督時代の投手コーチでのピッチャーの使い方すごく良かったな。またどこかでやってくれんかな。さすがに年が厳しいけど、権藤神さんクラスの重鎮かつ人格者のアドバイスはいいよね。WBC の時だって歴代の監督に物申してたからね。与田や立浪をかばうつもりはないが、根尾は仕方ないと思う。権藤さんのおっしゃる通り、年齢的に厳しいかもしれないが、監督やヘッド演じるのにふさわしい人材です。アドバイザー的に来季入ってほしいです。もちろん、立浪監督は交代で、中日がいかんのじゃなくて立浪がダメなので、権藤さん間違えてはいかんです。嫌いな選手はすぐ2軍に落とす。もしくはスタメンから外す。好きな選手は全然2軍に落とさない。それが立浪や球団、中日というか、立浪にマネジメントが無理という話。今後は GM とかじゃなくてさ、広報とか言って錦織でお姉ちゃんはべらせてんのが向いてるんじゃない。谷町の社長さんも喜ぶと思うよ。権藤さんが言うなら間違いないでしょ。もっとはっきりと言ってくださいよ。立浪は監督の器じゃないって、早く休養してもらって井端監督に代わってくれないかな。本当に権藤さんのおっしゃる通りです。根尾選手の使い方にはひどすぎます。自分の判断を押し付け投手に変更、またもや先発と今まで頑張っていたのを敗戦処理に変更させたりと。立浪はあまりにも根尾選手大使国すぎ。どう育てたいのか、根尾選手をどうしたいのか。立浪のおもちゃじゃないぞ。ひいきの選手にはとことん甘く、本当に腹立たしい。立浪の采配は一貫性など全くなし、ただ目先の勝ちが欲しいだけだ。まあ来季はいないだろうからな。外から監督にはっきり物が言えるのは権藤さんしかいない。ドラゴンズ愛で、
これからも現監督に喝を入れてください。もう監督が変わらないと中継を見る気がしません。落合監督と権藤氏の起用法は共通するところが多い。一度や二度の失敗で、選手を変えていたら、萎縮して気持ちよくプレーできない。今日、権藤さんはビシエドに対するファンの声を代弁してくれた。普段は厳しいけど、こういうところがあるから嫌いにはなれない。立浪監督筆記ではないけど使ってるけどね。今日もグリーンナップで、個人的にはシーズン中はガヤガヤ言いたくない。チームの足引っ張るだけだし、解説者もそうじゃないの。立浪に何を言ってもしょうがない。退任するまで我慢するしかない。一日でも早い退任を願うばかり。どういう野球をしたいのか3年目になっても全く見えてこない。その場しのぎの目先野球。権藤さん、同感です。立浪監督に直接言っていただければ、何かが変わるかもしれません。ぜひ、お願いします。大島の使い方には激しく同意。上位の出塁率が大事なのになぜ外すのか理解不能。それ以上に出塁が期待できる選手がいるのか。権藤さんは選手の気持ちを上げて戦うコーチや監督さんというイメージ。根拠と一貫性。まさしく立浪監督には必要なものですね。権藤さん相当お怒りのようで笑い。それもドラゴンのことを思ってのこと。長年見てきてる長老としてはこの十数年の低迷にご立腹なのでしょうね。